東京新聞、もちづきそこ。後出しじゃんけんで批判し大炎上。昨日、東京新聞のもちづきそこさんが COVID-19 の相談基準の変更について、結局、専門家会議の37.5度以上が4日以上とは何だったのか。この目安で死者が多数出たことは厳しく検証されるべきだと主張してしまいました。こちら。 この相談基準としては、このようなものが用意されており、風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続いている場合は、相談をすると、それ以外の方でも、強いだるさや息苦しさがある場合は相談をする。さらに、高齢者や何らかの持病がある方は、風邪の症状や37.5度以上の発熱が 2日程度続く場合、または強いだるさや息苦しさがある場合に相談をすると基準が定められておりますけども、望月さんがおっしゃっている通り、37.5度以上が4日以上続いたという基準によって、多数の死者が出たということが、残念ながら確認できませんが、通常の風であれば、 二三日でですね、症状が治まりますので、こういった基準が設けられたんじゃないでしょうか。現状、COVID-19 については未知の感染症であり、現在も研究が続いておりますので、この COVID-19 に関する基準については、様々な基準についてはですね、逐次変えていくしかありません。この、 37.5度以上が4日以上という基準は、当時人類が知り得ていた情報に基づき作られたものであり、新たに情報が蓄積されれば、また基準を変えればいいだけでございます。こういった後出しじゃんけんのような批判をされても全く意味がございませんので、 望月さんが取材に行って、感染して感染拡大の原因となっても困りますが、望月磯子さんにはぜひとも記者として批判のための批判ではなくて、国民のためにですね、この COVID-19 について、現在、世界中で毎日のようにさまざまな研究成果が発表されておりますので、 そういった情報を週刊誌以外からも入手し、しっかりと分かりやすくまとめて、国民の皆様に報道していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。